Number 12, representing France, Brian Joubert. 最終滑走は世界チャンピオン登場です。ブライアン・ジュベール、フランス。ご覧のように世界選手権優勝。フランス勢としては42年ぶりの優勝でした。世界で最も安定していると言われている4回転ジャンプ、最初に用意はしています。ライズです。ショートプログラムで4回転も用意しているのは彼だけ。どうか。4回転のトーループ、トリプルトーループ来ました。今度はアクセルジャンプ、トリプルアクセル、これも決まりました。難なく蹴りました。トリプルルッツ、だけでこの完成。見せ場です。ステップの速さに注目です。仕上げです。ビッグハットの観客すべてを味方につけました。フランス、ブライアン・ジュベール。いや、本田さん、素晴らしい演技でしたね。そうですね、完全にジュベール選手の世界を作りましたね。そうですね、まさにその通りですね。ルッツの着氷が完璧ではなかったんですが、はい、彼の持ち味を生かしたプログラムだったと思います。それ以外のところでね、かなり高度な技もありました。ステップもスピンもです。ブライアン・ジュベールさんの演技でした。いや、それにしても本田さん、すごい歓声ですね。そうですね、本田さん現役の時のすごい歓声でしたけどね。ありがとうございます。世界で最も安定した4回転を飛ぶ男、今日12人の選手の中でショートプログラムで唯一4回転を入れてきて、それを成功させました。
さあ見てみましょう。数えてみてください。ここで3回転、ね、4回転。回転はどうですか？足りてると思います。そうですか、はい、でそれから続けてトリプルトーループです。4回転の後なんですが余裕ですもんね、はい、そしてこのトリプルアクセルも非常に綺麗でしたね、はい、唯一ルッツは何が悪かったんでしょう。これですかね。ルッツは少しやはり集中が切れてたんじゃないですかね、はい、大技2つ決めてしまったので。あ、なるほど、少し余裕を持ってしまいましたね。やはり本田さん、4回転決めると選手はある程度こうホッとするもんですか。そうですね、やはり大技決まった後は少し気が抜けてしまう時もありますけど、やはりプログラムは最初から最後までが勝負ですからね。そうですね、2分50秒のショートプログラムの勝負です。これは楽しみですね。世界チャンピオンブライアン・ジュベール。ジュベールさんの得点 85.35。 すごい得点が出ました。 85.35、 今シーズンベストです。4回転3回転1つのジャンプで 14.80、 すごいですね。やはり4回転3回転の点数は高いです。大きいですね。自己ベスト 86.90 には及びませんが、今シーズンベスト。見事フランスのブライアン・ジュベール、12人滑ってショートプログラム